はい、どうもハピネスダークのハピネスです。ワンフレームバーローキティラインナップ動画やっていきたいと思います。バロクシー、今日は何を持ってきたんだい？はい、今回もねバロクシーのラインナップの中から新商品そしておすすめの商品をねチェックしていきたいと思います。って言ってもね、ちょっと今回はね武器の紹介は、詳しくいつもビルドとか紹介するんですけど、ちょっと時間の都合もあってそちら割愛させていただいてますので、まあこれはこんな感じでおすすめみたいな話はするんですけれども、ちょっといつもより短い動画になっていると思います。では最初にね新商品から早速触れていきたいと思います。こちらですね、熟成したディナスのクラレット、黄金の日差しを味わえるクラレット、レベリアンが伝えるウォーフレームアッシュの過去は血は上等なワインより濃く流れるかという疑問を投げかける。こちらはね装飾品となりますね。これっていうのはさ、あれなんだね、かなり底深くないですか？めちゃめちゃ入ってるよね。てかでかくない？使いづらそうなんだけども、それだけ使う連中がのサイズが大きいという妄想をしてしまうんだけれども、俺だけかな。で、あと個人的にここご家庭の主婦たちにすげえいい機能だと思う。あんま長くなくていいね、ここの機能性の話はね、ごめんなさい。あ、もうとりあえず新商品ということでね、こちら出ました。はい、そしておすすめ商品なんですけれども、まずはですね、何よりもこちらジョルトというねピストルの、プラス60電気プラス60状態上確率、こちらを入手しておきましょう。もうバロキチからじゃないと手に入れないような感じになっていますので、うん、こちらね、あのバロキチが持ってきたのを確認したら即座にゲットを狙った方がいいようなモッドになっています。あとはねプライムド系のモッドもいろいろ持ってきてますね。俺もねこれ持ってなかったんだぐらい全然気にしてなかったから、持ってなかったってことすら気づいてない。持ってなかったのかな、なんかの機会に開けちゃったのかな、もうねそこも全然曖昧になってんのこれに関してはい、まあとりあえず、今のは余談なんでね、おすすめ商品なんですけれども、こちらですね、アークウィングガン、プラス187ダメージとか、あとこちらですね、コンパニオンにつけられるモッドです。近接攻撃によるダメージの一部をペットのヘルスに転換する。あとはねレベルキャップとか鋼の道のり、まあ随分ねこう大きいレベル帯とか行きたい場合はですね、こちらコーパスダメージボーナスとか持っているといいと思います。だいたいね鋼の道のりとかアルコン戦とかでコーパス勢が出てきた時って、コーパスっていう相手は毒がほぼほぼ弱点だったりするので、まあちょっと毒ダメージ持っておけばいいみたいなところがあるので、こいつを刺すほどではないかなって個人的には思ってるんですね。なのでどこにこう向かいたいか、どこに出撃したいかでこの辺りおすすめの度合いは変わってきます。超高レベル帯のミッションに挑みたいのであればこいつをね、優先的に取るのがおすすめです。ただねもっとコンパニオンを継続的に、一緒に戦わせたいとか、あんまりダウン取ってほしくないと思う場合にはこいつを取りましょう。でこちらのアークウィングガンのモッドに関してもこちらにも刺せるので、プリズマデュアルデクリオンズ、まあ結構ねこれ苦手っていう人もいるんですけど、個人的にはかなり好きです。俺はうん、クリティカル率状態異常確率強いので、そう意外にね、しかもマッサリランク1から使えるので、非常にこれ1丁持ってたら序盤の方のアークウィングミッションなんかはもうほぼほぼ楽できるんじゃないかなっていう、まあモッドあるのが前提ですけれども、武器の性能としても俺は全然嫌いじゃないです。うん、はい、まあこんな感じでねプライムドモッドとアークウィングガンセットで買うこともできるよみたいな、そんな感じですね。はい、プライムドモッドに関してはねこれっていう一強のものがあるというよりは、自分が今どういう環境でどこに向かって戦おうとしているのか、まあそのあたりをね、ちょっとイメージしながら自分の方向性に合わせて、選択していくといいのかなと思います。はい、そして武器なんですけれども、まあこちらねプリズマデュアルデクリオンズはちょっと軽く今説明したので、こちらですねマチェットレイス、マチェット系はねなかなか扱いが難しいです。俺はたびたびヘビー軸で使っちゃうんだけれども、うん、まあマチェットレイスはね個人的には悪くないと思ってる。感染切断ビルドで使えるとなかなか面白いで、状態異常確率高いでしょ。だからこいつに感染属性入れてバシバシ殴りまくるみたいな、で切断もかなり強いので感染切断が使いやすいみたいな、でただ攻撃範囲がちっちゃいので多少ね、攻撃範囲を持っておくといいのかなと思います。攻撃速度はそこそこあるので、もうザンバラ振りまいてそこら中の敵かっさばきたいみたいな、まあそういう戦いやりたい人には結構おすすめだったりしますね。俺個人的には嫌いじゃないです。うん、はい、そしてこちらハリカーレイスですね。なかなか難しいんだけれども、ハリカーレイスに関しては俺ちょっとヘビー軸で使わないんだよねいつも。
ブーメランって大体コラプトチャージさしてキリングブローさしてアマルガムオーガンシャッターさしてとか、そのコンボカウンターを30にキープしてもうずっとヘビー攻撃で投げ続けるみたいなのがブーメランの主流だったりすると思うんですけど、ハリカーに関しては別に切断強いわけじゃないし、あの貫通だったりするんですよね。なので俺はその打撃というか近接攻撃交えて、戦うみたいな、まあ、そういうことをするって感じですね。あまりね人気はないかなと思います。うん、まあチャージ攻撃で敵に当てれば敵の武装解除を起こせるっていう能力も持っているんだけど、それもねあのそんなことする前に倒せばいいみたいなところやっぱりあると思うんですよ、うん、なかなかね扱いが難しいんですけれども、まあこいつは優先度低くていいんじゃないかなと個人的には思ってます。まあこのマチェットレイスもしくはプリズマデュアルデクリオンズ、どっちかを先に取ることをおすすめします。まあ他にねあの普段使いしている強い近接武器みたいなのが自分の中にあるんだったらこっち取ればいいし、アークイングガンって別に俺魅力感じてないけど今のでいいわって思う人はこっちでもいいし、ただねアークイングミッションって序盤で結構エグいの土星とかねフォボスとかでエグいの持ってくるときあるんで、まあアークイングミッションを安定させたいと思う場合にはこいつを、先に入手しておくと安定かなとか思います。はい、あとはですね、AK レックスプライムの、リンクとかが入っているレリックですね。こいつはね、バロキチが持ってくるやつじゃないとゲットできないので、まあいくつかゲットしておくといいかなと思います。まあプライムリサージェンス常設化されたのでアヤをねデュカットに変えて、そのデュカットで変えた分をこのレリックに費やすって考えれば、まあバージアからレリック買ったもんみたいな感じになるので、まあそういう考え方もありかなと思います。あとはねライセットのスキン、無課金からねゲットできるライセットのスキンやら外装品などなど持ってきておられます。これもあこれねしかもこれ好きなんですよ俺このシャンダナ、うん、これねめちゃめちゃこのすでにこのレベナントにも合ってるでしょ、汎用性高いんですよこのシャンダナ、おすすめです、もうマジやばいです、うん大好きです。あとはねキャバットのアーマーとかね、まあウンネコとか使ってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。はいこちらね、外装品をねつけてあげましょう。もう無課金からゲットできる、バロキチ仕様の外装品です。はいあとはこれはオーナメント、飾りです。はい可愛いですね、自宅に欲しいですこれあとはこのポスターですね、はいアメコミ風のね。あとはねこちら武器のスキンとか、あとはエフェメラ、あとはいつも通りですね。はいそんな感じになります。まあ何はともあれ新商品から、そしてジョルトですね、はいこちらもね最優先で入手すること、まあ新商品はあのゲットしたい人はってことだけれども、何よりもまだジョルトを持ってない方はね絶対にこれだけはゲットしておきましょう。あとはね、他は説明の通りになります。はいじゃあちょっとね今日は武器の、詳しい説明がないんですけれども、バロキチラインナップの動画は以上とさせていただきたいと思います。またねこうした情報も発信していきますので、皆さんからのチャンネル登録そしてコメントでのご支援などお待ちしております。またね、別の実況動画でお会いしましょう。お送りしたのはハピネスダークのハピネスでした。またねバイバイ。